さんお待たせいたしました。遅延中ですけど、この飛行機もすごい時間かかったので、はい、今弓沢さんにね、はい、背中直してこれどの辺が難しいんですか、蹴るの。そうです、全部難しい、全部難しい。そんな大変なことは来ちゃダメですよ。全然慣れないからね、はい、慣れない飛行機着物じゃないってことが分かりました。じゃあ第2話ね、ひとみんバンドと一緒にねお届けしたいと思いますけども、はい、ひとみちゃんは、歌手になる前いろいろ苦労されて、お笑い芸人とかねモデルとかいろいろやってて、ちゃんとした CD を出したのは2016年なんですけども、2015年ぐらいにまあいろいろカバー曲とか歌ってたりして、わずか16秒ばかりなんですけどテレビへ出て、世界中から毎日50万アクセスぐらい SNS で誹謗中傷の嵐を受けて、そうなんです、来る日も来る日ももうすごい勢いで、そう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 、でもあの頃は大変でしたよね。2016年いっぱいで実は江中ひとみは引退しようというふうに思っておりまして、でまあ引退する前に1曲ぐらい世の中に出して、青春の記念にしようと作った歌がオフサイドガールという歌なんですけど、このオフサイドガールが、まあ、思いのほかに評判が良くて、株式会社ナウンド創業以来、初めてという30回も増刷しました。すごいですね、初めてね、はい、わー、ありがとうございます。で、優先も19位ぐらいまで行ったんで、まあ、あと1年続けようかって言ってどん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 ずるずると今日まで来てしまいましたけども、まあ皆さんのおかげです ね、 ね、はい、ありがたいです。2016年でやめてたかもしれない江中ひとみが2022年蒲田ニューウェイトでね舞台に立てるというのも非常に感慨ひとしおでございます。本当にありがたいですね、はい、皆さんのおかげですね、はい、そしてやっぱりね長尾社長がねずっと支えてくれたのでね、今日は褒めてくれるんですか、はい、長尾社長がなければ今の自分はないですね。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあこういう話を聞いてお客さんも喜ばれます。オフサイドガール、オフサイドっていうのはこれサッカー用語ですよね。そうですね、はい、ひとみちゃんサッカー大好きなんですね。大好き、今年は11月にサッカーワールドカップあります、はい、日本は、スペインとドイツと同じ組になりましたけど、ひとみちゃんどうですか展望としては。そうですね、やっぱり X 攻撃がないとダメですね。何ですかその X 攻撃というのは。あのですね、はい、あのフォワードさんが、フォワードさんが一人じゃなくてね、うん、あ、2人のフォワードが左から右へ、ね、ゴールキーパーの方がどっちから来るか分かんないから、はい、こういう攻撃を私はずっと考えてたんです。分かりました、じゃあよかったらね森保監督に電話しておきましょう。よろしくお願いします、はい、じゃあここで、はい、第2部もサッカー謎かけやってみましょう。サッカー謎かけ、はい、あら、大河放送中、大河放送覚えてきちゃったもん。覚えてるやつあるなんか、サッカー、分かりました、はい、分かりました、はい、はい、謎かけ、はい、ですね、サッカーとかけて、はい、YouTuber と解きます、うん、その心は、うん、はいはい、迷惑 YouTuber と解きます、はい、迷惑 YouTuber と解きます、その心はどちらも、はい、ネットを揺さぶるでしょう。ありがとうございます。はい、デビュー曲です、オフサイドガール聴いてください。
サトル今村さんです。
の名前はさくやさん、はい、今何歳になりました？45。そこにはならないと思いますけどね。多分4歳、可愛いんですよね。はい、そして、はい、ベース皆川大地。大地さんは昨日、今日、一昨日お誕生日。ハッピーバースデー。何歳になったんですか？25。若いですね。25と聞いてね、ため息出ますよね。外した。いや、誰でもあるんです、25というのはね。中本さんも永遠の22歳。22歳、ね、ありがとうございます、はいはいはい、さあ、そしてじゃあ、はい、美少女コーラスマリリン。もう天使の歌声のマリリンさん、どんなに、まあ、ひとみちゃんが音を外してもカバーしてくれるというね。歌詞を忘れてもカバーしてくれる、はい、天才ハモリ少女でございます。はい、さあ、そしてキーボード、はい、桜井まさよし。イエーイ。どんなね、顔なじみですよ。あ、そうですね。ね、一緒にいられてるんですね。はい、以上、ひとみんバンドでお届けしていきたいと思います。3人もよろしくお願いします。続いてはね、バラード。バラード、はい、今日先生がお見えですね。はい、有馬先生、有馬先生、はい、作曲をしてくださって、はい、桜色タイムカプセル、はい、もう中央大学ご出身、理工学部ですからね。違いますよね。今日はね、会場にも中央大学関係者たくさん、はい、私の中央大学の大先輩、古川幸俊さんでございます。古川会長さん、会長さん、そして受付のバレンティさん、バレンティさん、彼も中央大学。え、何も社長、はい、他に中央の関係者の方いらっしゃいますか？意外にいないんですね、中央大学。はい、ということで、有馬先生の渾身のバラード。そうですね、桜色タイムカプセル。そうです、はい、じゃあ、ちょっとだけお水、あ、水を、あ、なんかね、どこで、あ、今まで、はい、はい、関係者の方で、池田真由さん、池田真由ちゃん、その方がですね、今、関係者の方なんですけど、お友達が中央だよって、はい、中央大学なんですけど、今、東京タワーの方で、はい、池田真由さんね、東京タワーでも ね、はい、ね、展示会をやってますのでね、よかったらそちらにも足を運んでください。はい、では桜色タイムカプセルを聞いてください。
昭和歌謡を歌います、はい、何を歌うんですか、恋する夏の日って、なんかこういうやつですね。じゃあちょっと皆さんで練習しましょうか、はい、よかったら一緒にやってください、はいはい、あ
懐かしんで、はい、生まれてない方はこんな人だったのかなと思いながらやっていただけたらと思います。はい、それでは恋する夏の日、どうぞ。聞いてください。CD もやっておりまして、はい、第1弾が大変好評 で、 そうなんです。第2弾今収録してるんですけど、第2弾にもう登場している声優さん、そうです、
シンガーさん、はい、今日もね、たくさんいらっしゃっているのでご紹介したいと思います。まずは美少女でございます。かすみさん、よかったら立って、はい、ご挨拶。とってもキュートで可愛い、かわいらしいかすみさん、12月何日でしたか、お誕生日バースデーライブ。12月13日、かすみさんお誕生日です。ラドンナ原宿で行われますので、ぜひいらしてください。で、6月の末の日曜日にはお隣のりんちゃんと一緒に ね、横浜のわがまま、はい、そちらで、はい、私たちが、ね、出させていただいてありがたいです。ありがとうございます、はい、そして少し先になりますけども、来年の2月11日、横浜グランドコンチネンタルホテル、りんちゃんのお誕生日会がありまして、かすみさんも出演される。はい、ぜひ皆さんいらしてください。とってもキュートなかすみさん、はい、なんて綺麗なんだろう。お書きになった方が、はい、脚本は諸橋カムイさんでございます。じゃあご起立をいただいて、カムイさんね、秋葉原で大変おいしいスープカレーのお店をやられておりまして、近々松戸に2号店を出すということなんですけれども、儲かりましたね。儲かりました。よかったよかった。で、今日来たお客様にね、諸橋さんから特別なプレゼントがございます。今日から年末まで、何回でもスープカレーカムイを訪れたら、はい、エビフライを無料トッピング。エビフライ、ただし、ただし桜エビでございます。まあちょっと小さいですけどね、ちっちゃいですけどね、まあ、気は心です。桜エビのフライをプレゼント、はい、そして主役のクラーク博士、お見えです。山崎鈴太郎さん。鈴太郎さんはね、中野区長選挙の方に立候補するかどうか最近まで迷っていて、いろいろね、諸般の事情で、まあ、今回はということですけど、また将来中野区長になるかもしれませんので、今のうちになんかね、お願い事をしておいた方がいいですね。あのなんかお二人飲んでる薬があるんですよね、サプリメントで。ああ、そうなんです。あの鈴太郎さんは薬がすごく詳しい。あのサプリメントですよね、サプリメント、漢方薬とかね、漢方薬とかで勧められてる薬を僕はあのこの間アマゾンで買ったんですよ。マカって言うんですマカいいよって鈴太郎さんに言われて、普通あの薬ってなんていうんですか、シュリンクパックっていうんですか、ビニールでこう閉じてあるじゃないですか。もう届いたら嬉しくて、すぐに開けたくて、カッターで、カッターでパーッとこう開けようとしたんですよ。そしたら、あの歯を出しすぎちゃって、力が横に入って、カッターの歯がパキーンと折れてですね、そらパラパラパラって舞って、自分の目に。危ないです。で、黒目に入ってたらちょっとやばかったんですけど、白目だったんで、助かったんですけど、まあ、危うく鈴太郎さんのおかげで僕は大変な目に遭うところだったんですけど。僕そんなに飲みたかったんですね。やっぱりね、鈴太郎さんのようになりたいじゃないですか。うまい。まあ、皆さんもね、まあ、マカいいんじゃないかと思います。あ、本当ですか、はい、皆さんもマカだそうです。そうなんですか。全然自分聞かないですけどね。そうなんです。わかりました。はい、いろいろね。はい。じゃあこの第1弾のクラーク博士とスープカレーのテーマソング。はい。うん、ガストが滲んだ夜。はい。こちらもね、はい、ジーンとするいい歌です。はい、聞いてください。聞いてください。時代について行かずに、
渡部和樹にやさぐれた時、青い瞳のあなたに会った、偽りのないタフな優しさ、涙でにじむ街の明かりが、無力な姿鈍く照らして、失敗ばかり逃げたい夜は、北の空から声が聞こえる、遥か
バンドはいいですよね。バンドはいいですね、はい。さあ、ひとみちゃんね、ひとみちゃんのライブは世界中にね配信されております。はい、北はカムチャッカから南はパラグアイまで世界144カ国、はい、約5人の方にね5人の方ご覧いただいてるわけなんですけども、視聴者の皆様にね、視聴者プレゼント毎回やっております。はい、そうですね。ひとみちゃんは歌手なんですけども、意外なことに、はい、作家の先生方とねいろいろ交流があって、家田翔子先生と、はい、岩井島子先生、はい、島田総一先生、はい、そして千沢のり子先生、はい、本日ね、いらっしゃってくださっています。ミステリーの女王千沢のり子先生にもお見えいただいております。ありがとうございます。ね、今度ね、千沢先生の新刊、新作に、はい、江中ひとみちゃんがなんと登場するんです。そうです、歴史したいです歴史たいなんですね。そうなんです、あの歴史が好きで、はい、歴史が先生お願いします。江中ひとみ溺れた、溺れた犯人は誰だ、はい、はい、じゃあ江中ひとみを殺した人を探す小説なんですね。そうです、なんか池に突き落としたやつ、その犯人は誰か。なるほど、ひとみちゃん泳げないのね。じゃあ泳げないんですね。泳げないんですね。なるほどなるほど、ね、泳げる人は歴史にならないですもんね。そうですね、はい、では、今日の本です。はい、はい、こちらの、はい、千沢のり子先生の、ちなみにこの袋はね林ひろこさんのお店、ラブリーカンカンの袋を作って、この袋ですか、これいくらでしたかね。多分古川先輩だったら1万円ぐらいだと思いますね。人によって違うんですよ、値段が。はい、先生のね、千沢先生の半分、はい、少女、はい、半分少女、はい、平成ストライクの方に入っております。はいはい、そして、評論も先生書かれておりまして、はい、本格ミステリーの本流という本もね、はい、書かれております。中にね、先生の千沢のり子先生、はい、じゃあこちら2冊セットで、そうですね、はい、何名の方に今日も、それではですね、はい、900名の方にプレゼントしたいと思います。ほっぱらー。じゃあ宛先は、宛先はこちらでございます、はい、東京都新宿区山吹町361、東京03-32682011まで、はい、完成ハガキでご応募ください。はい、お願いします。完成ハガキになってる、完成ハガキですね、はい、じゃあ会場で千沢先生の作品が欲しいという方いらっしゃいますか。あ、じゃあ、はい、そうちゃんに、はい、そうちゃん、千沢先生こちらね、つたやさん店長さん、ね、じゃあ、あの千沢先生コーナー作っといてください、ね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、粛々と参りましょうか。はい、続いての曲も、今日はね、MPJ、日本で一番有名な音楽コミュニティ、ミュージックポートジャパンというのがあるんですけど、はい、そちらの麻生代表がお見えになってらっしゃいますので、いらっしゃいました。はい、お元気でよかった、お元気でよかった心配しました、ここで言っていいですか、まあ、いろいろ最近体調崩したとか、ね、いろんな説があるんですけど、はい、お元気でよかったです。よかったですよ、はい、別名ジョージ麻生というんですけども、ね、いろいろジャニーズとかね、いろんな石川ひとみさんとかプロデュースされている音楽界のドンと言われております。はい、そしてちょっと女泣かせ、女泣かせ、まあ、いつもね女性は恥ずかしいです、はい、モテてらっしゃって、はい、まあ、ミュージックポートジャパンには、日本を代表する作詞家、作曲家、ギタリストたくさん所属されてるんですけれども、その中でもね、塩崎義正さんという方がお作りいただいたひとみちゃんの曲があります。はい、はい、水色の自転車に乗って、なんか自転車に乗りたくなっちゃいますよね自転車乗れるんですか、ひとみは。上手です。上手、はい、とても上手。でもなんか最近乗ってないね。あ、実家にね、うん、三輪車がある。実家に三輪車がある。それ自転車と言わないでしょ。言わないで、三輪車そうですか、じゃあ今度自転車に乗ってる姿を見せてください。そうですね、はい、はい、
じゃあ自転車の歌です。はい、水色の自転車に乗って聴いてください。
していますね。ぜひすごい素敵な作品ね。このマスクもそうなんですけど、ちょっと見えないですねはい、あの宇宙とか本当にすごい温かい優しい心をいっぱい持った方なんですけどはい、あ、すいませんはい、ですね、個展がですね、あの29日から、はい、昭和の日29日から、はい、8日まで開かれています。であの、ひとみんの、恋するブックカフェ、はい、恋するブックカフェすいません、恋するブックカフェにも登場している方なんですけど、ひとみんに、届けたいお花を持ってまいりました。あのすごい、あったかい方でいらっしゃいます。いや本当に僕は、とってもテーマばっかりやってるんですが、やさぐれみたいですが、でも問題児1号本当にうちは応援してくれたりとか、すごいあったかい、あったかい思いで応援してくれています。本当にありがとうございます。またね、また、はい、OK、マイク置いてくれ、マイク、マイクはい、皆さん池田真由ちゃんの応援もよろしくお願いします。はい、楽しんでまいりましたけど、いよいよね、次が最後の曲になってしまいましたね。はい、ないない正直ないでもここにはいいないすいませんね、これはまあ呪文みたいなもんだと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうどなたかお連れしてください。はいありがとうね、座っててね。はい、はい、ありがとうね。はい、じゃあ最後の曲に行く前に、会場にね、ひとみちゃんが大好きな、日本ウェルター級の新人を、藤中周作選手が来ていただきました。藤中選手でございます。皆さんこんばんは、日本ウェルター級元1位の、藤中周作と申します。いつもひとみさんの元気に勇気づけられて戦わせていただいています。そんなことない、もう今年で36になります。で、今年 の現役として37歳までなんですけど、日本ランキングに復帰できれば継続してまた戦えるので、まだ諦めずにチャンピオンを目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。頑張ってください。ひとみちゃんとね、同じ道場に通っていて道場でね、道場いろんなことやってるんですよ、ひとみちゃんはスポーツを習ってまして、その時に藤中選手はすごいイケメンなんですけど、ニックネームがね、野獣と呼ばれてまして、リングに上がるとものすごいんです。全然優しいんですね、普段は ね。ひとみちゃんはいつも藤中選手を応援して藤中とか叫んでますけど藤中選手、あれ聞こえるもんですか？聞こえないですよね。聞こえてます。聞こえてます、はい、よかったですね。藤中、左だとかって聞こえますボディだよボディとか、すごいひとみちゃんも熱くなっていつもね応援してますけど、はい、頑張ってください。はい、ぜひ皆さんね、藤中選手を応援してください。日本で一番イケメンのプロボクサー。ありがとうございます。大好き。じゃあね、藤中選手来ていただきましたので、ボクシング、ボクシングで何か謎かけできますか？はい、ボクシングとかけまして、はい、演歌と解きます。演歌と解きます。その心は、はい、どちらも拳が大事でしょう。よかった、よかったですね。だいぶ前と言えましたね。はい、では最後の曲は演歌、はい、これも MPJ の、ね、サタニとはじめ先生、はい、はい、提供いただきました。はい、赤い車に乗って見てください。
とうございます。はい、アンコールありがとうございます。どうもどうも。じゃあ僕でお付き合いいただきましょうかね。すいませんね、本当にね、申し訳ないなと思ってますよ。いやー、急にどんよりした空気大好きです ね。大丈夫ですよ、お呼びじゃない感は一番僕が分かっております。はい、すいませんね、本当にね。まあ、これからね、あのアンコール出てまいりますんで、いや、ちょっとね、でもね、さっき聞いてたらね、やっぱちょっと足りないかなと思ったんですよね。もうちょっとね、大きな声で呼ばないと多分出てこない。あ、言うつもりがない感じの空気ですか。いいですか。もうちょっと大きい声で言ってもらっていいですか。アンコールっていきますよ。せーの、アンコール。もっともっと、アンコール。もっともっと、アンコール。もっとですよ。こんなもんじゃない、もっと出る。イエーイ。たくさんありがとうございます。たくさんはね、絵本を代表する話し家さん。いやいやいや、とんでもない、そんな最優って演奏師匠のお弟子さんで、そうですね、すごく落語上手でね。いやいや、それ話し家ですからね、落語下手だとね、困っちゃう。得意な落語は何ですか。授業もね、続けておりまして、こすり続けております、はい。まあ、休みさんと古い付き合いなんですよね。あ、本当ですか。なんか何度かね、ご一緒させていただいたりとか、Facebook の方でもね、お友達も、はい、なっております。意外なつながりがあってね、はい、まあ、こういうやつってね、いっぱいいるんでね、その他大勢になると思っております、はい。ひょっとして忘れてました、多分今記憶のね、今ね、脳がフル回転してる顔をされてましたね。誰だったかなとかね、こいつ誰だったかなっていう顔をしてました、はい。まあまあよくありますから、はい、はい。ということで、じゃあアンコール行きますか。アンコールに行く前に、今日ね、お越しのお客様で群馬から来ていただいた、あらら、金井さんいらっしゃいますか。金井さん、こちら。いらっしゃいました。俳優をやったり、キックボクシングもやられてる金井さんの、はい、はい。金井さんがこれを宣伝しろと言ってたんで、はい、5月2日の夜、はい、6時半から、はい、日野にありますアトリエカフェ R というところで、多摩レイクサイド FM ドラゴンジャーナルという番組にひとみちゃんがゲスト出演する。それをよかったら皆さん見に来てくださいという宣伝ですね。よろしくお願いします。Facebook とか Twitter でね、詳しく観覧ができるっていう。観覧ができる、ライブもさせていただくことになって、そうなんです。定員10名なんですけど、まだ2人しか埋まってない。いや、まだね、じゃあお席たくさんありますね。よろしくお願いします。はい。そして、本日いろいろお越しいただいたね、お客様をご紹介したいと思います。はい、それではですね、アイドル座をやってらっしゃいますココンさん。ココンさんでございます。ココンさん、5月の13日にバースデーライブが東側のシェントゲスであります。5月13日です。そうですよね、ラブリーガンガンでもね、あ、7月にもやられるということで、はいはい、素晴らしい、素晴らしい、可愛らしい、はい、ココンちゃん、ありがとう、はい、ね、そして、はい、そして桃園のさとみさん。桃園のさとみさんはいらっしゃいます。あ、そうですか、桃園さとみさん、はい、桃園さとみさんもね、ハイジーロコさんの楽曲でね、デビューされて、はい、次がですね、さらぎゆうさん。急に謎かけですか。謎、急に
急に謎かけですか？謎かけ。何でもできます。じゃあね。男の暮らし、宮正孝和さん。宮正孝和さん。はい、シーナーでございます。ね、いつもお世話になっていて。ね、あの、いろいろとスタンプを作ってくれたり。はい、ね、横浜の方で活躍されてますね。はい、ね、そして、鎌倉 FM の翔太さん。翔太さん。翔太さん。準備で上がってるんで見てください。よろしくお願いします。そして、はい、石川和恵さん、シャンソン歌手やってらっしゃいます。日本を代表するシャンソンシンガーとして、ね、浅草生まれ、浅草育ち、東洋館の前をいつも素通りして木馬亭に行っちゃう。自転車で江戸っ子ですね、でもね。でもあのスージーさんとかね、あ、お友達、そうですか、スージーさんに出ていただいてね、そしてそのお隣、スージーさんの福味買ったんだよね、人形ね、ですね、届いた、今朝届きました。今朝人形が届いた。社長が福味術やれって言ったのは、これ、じゃあ今もっか練習中、練習中ですね、稽古中ということで、あ、じゃあいつかここで福話術が見れる日が来るかもしれない。そうですね、楽しみですね。ジョージア、缶コーヒー、缶コーヒー、はい、はい、あ
山口治先生に先ほどご紹介しましたが、はい、脚本家でもあり、そして、ね、佐藤佐藤佐藤先生、ね、そしてバレンティンさん学園の今日もね、朝早くスタッフしてくださってありがとうございます。そして、イザナギジャパンさん、イザナギジャパンさん素晴らしいです、ジャパン、ジャパンさんの主張はアンパン。そうですね、好きなアナウンサーはカパー好きなお酒はシャパー。イザナギジャパンさん、イザナギジャパンさんは7月16日土曜日、はい、浅草木馬亭昼夜公演ございますのでね、よろしくお願いします、ね、はい、そしてグレートヨヨさん、改めてご紹介、改めて、はい、今日は本当にありがとうございます、ありがとうございました。そして、はい、かすみさん、かすみさんです、はい、かすみさん、そしてりんさん、りんちゃん、ドラミーさんで、はい、ひとみちゃんのね、お姉さんでしょ、はい、ありがとうございます。あと、大馬さんの調教師の坂野、はい、坂野さん、坂野さん、坂野さん、それから、柏の歌姫、はい、はい、アンナさん、スティックさん、タレハウスのアンティック、アンティックさん、そして、そして、古川会長、日本にね、いろんないいバッグ売ってたりするんですけども、かすみさんも愛用してて、ひとみちゃんも使ってるという、林ひろこさんも使ってるという、ビアッジという、ね、イタリア語ですか、これは、ビアッジと言ってね、絶対壊れないんです、丈夫ですよね、素晴らしい、このバッグを売られてる会長さんでございます、はい、皆さん、ぜひいいバッグなので、ね、買ってください。はい、星の王子様、星の王子様、なんとなく思うかね、最後テレコさんに似てるんですけど、最後さんの最後、そうですね、かっこいい、あと監督さんもお見えですね、千村監督、はい、ひとみちゃんがね、映画出演した初めての自主会の監督さん、千村よしや監督です。明日5月1日、はいはい、千村よしや監督のトークショーが、あ、そうなんですか、そうなんです、たくみさんも独演会をやった池袋の劇場であります。そうです、劇場でね、ぜひ千村監督のトークを聞きたい方は明日はりんちゃんの名曲堂の後5時半から、ね、はい、忙しいですね、明日はよろしくお願いします。あと紹介されてない、大丈夫ですかね、あと MTG さん、平野先生、有馬先生、麻生先生、はい、はい、いつも素敵な歌をありがとうございます。すごいね、今日はね、本挨拶みたいだね。あと、呼ばれていただいてください、ちょっとね、客席が暗くてよく見えないですけど、村長もね、あの、本屋さん、蔦屋さんの営業部長さん、皆さん、本を買うときはぜひ蔦屋でお願いします。はい、斉藤ひとしさん、はい、いつもね、あの、来ていただいてありがとうございます。渡辺光さん、はい、ね、あきらさん、はい、はい、そして、映画監督の今野さんもお見えですね、今野さん見えますかね、今野さん、はい、いらっしゃいますかね、そしてチリスキューのマネージャーさん、チリスキューのマネージャーさん、あ、本当にさんか、女優の早瀬久美さんのご近所に住んでいる西林さん、林さん写真家とかあるよね、そうです、あの、早瀬久美さんがもう子供の時から写真撮ってた、そうです、だからそうなんですね、お友達ですよね、はい、林久美さん、林久美さんのお姉さんの同級生ぐらい、あ、違うって言ってた、先生、横様、はい、写真家です、横様、はい、
火星人さん、火星人さん、火星人さんはですね、声がとても綺麗なんですよ。すごいですよ、漫才の台本とか書いてもらうといいですよ。令和の前田武彦って言われてる方です。素晴らしいですね。しんちゃんの演じるギャグはほぼ火星人さん。そうなんですね。そうなんですね。天才ですよ。ツイッターのお友達、お友達ね、ツイッターのお友達、花さん、どうもありがとうございます。お友達、じゃあ花さん、花さん、バレンティンさんのお友達です、うん。あと皆さんご紹介、失礼に当たる。さんのそちら、友人、ひなさんの友人の方、ボクサーですよ。あ、違う。ありがとうございます。花岡さんですね、はい、会社の社長さん、浅草で一番有名な印鑑会社をやられている花岡さん、はい、そうです、はい、あとですね印鑑をのぼるか印鑑を作りたいときは花岡さん、あと長坂孝夫さん、俳優さんです。ね、こうやって舞台で見ましたね、孝夫さん、素晴らしい演技でした。そしてね、テルゴンさん、テルゴンさん、ありがとうございます。テルゴンさん、コンサートライトありがとうございます。愛媛から来てくれた。あとは言われてない。ゴンザレス美咲さん。はい。ゴンザレス美咲さん。ありがとうございます。女優さんです。女優さん。はい、素晴らしいですね。もう一方女優の方がいますね。工藤さんは。工藤美穂さん。ちょっと逃げてください。工藤美穂さんも女優の方ですね。はい。あとは。ご紹介いらっしゃらないでしょうかね、うん、すごいな、もうすぐ尺取ってあ、そうですね、すいません、いっぱいいっぱいご紹介したいんですけど、出席確認がね、取れましたから丸山さんでございます、仙台出身の丸山さん、同じ仙台市、はい、ひとりちゃんは泉区なんですけど、丸山さんは何区かな、同じ泉区のどかのところですよ ね、はい、マリアマさん、あとは大丈夫ですかね、すいません、なんか後で、我々の不守備がありましたらご指摘ください、ありがとう、言われてないですが10倍にしてね、持ち上げたいと思います、すいません、ちょっと見えない方もいらっしゃってね、すいません、はいはいはい、安心だからね、まあじゃあとりあえずこのぐらいにしましょう、そうですね、はい、はい、じゃあ、アンコール曲はひとみちゃんの作詞作曲のラブラブ埼玉のスペシャルバージョンお届けしたいんですけども、ラブラブ埼玉行く前に、はい、会場の皆様に、うん、埼玉クイズ、埼玉クイズ、油断してました、油断してました、埼玉クイズ、はい、47都道府県いろいろありますけど、埼玉はね、いろいろなポテンシャルを秘めております、農産物、はい、農産物、はい、農産物、埼玉県で農産物の生産高が1位なのはどの野菜でしょうか、4択です、はい、1、ほうれん草、ほうれん草、2番、かいわれ大根、かいわれ大根、3番、長ネギ、長ネギ、4番、エリンギ、エリンギ、はい、この中で、この4つの中で、はい、エリンギどうでしょう、惜しいです、惜しいそうです、エリンギではない、エリンギ、長ネギ、長ネギどうでしょう、違うんですよ、あ、違う、あ、ジャパンさん、深谷ネギのネギ、深谷ネギの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 深惜しい答えを言った方にどなたか、いやいや、じゃあ、ここさん、はい、じゃあ、二人で分けて、あとでまた持ってきます、はい、あとで持ってきます、いやいや、ここちゃん、ここしてくださいって、うん、では、ひとみちゃんが愛する埼玉のために作っ
自作曲いたしました。これいらないね、もう、はい、もう大丈夫、もう大丈夫、はい、参りましょうか、参りましょうか、はい、ではラブラブ埼玉。
がとうございました。ありがとうございました。改めてあのバンドの皆様のご紹介しましょう。はい。はい。ひとみんバンド紹介します。はい。しましょう。サックス、ナサさん。ナサさん。はい。ギター、木下拓郎。公務員のお家とときます。その